はいどうも、コンプレックスレポーターの矢島彩人です。今回はリクエストで、トーク力があるブサイク彼氏 VS 全く話さないイケメン彼氏、さあどっちが勝つんでしょうか。19歳大学生です。全く喋らないイケメン一択。トーク力のあるならってブサイク。私もトーク力。こっちが話すから別に喋られなくてもいい。イケメンはいるだけで価値があるから喋らなくても OK。 一緒にいてやっぱトーク力あった方が楽しい。そういうことよ。普通に楽しく会話したい。そういうこと。16歳の地下アイドルです。18歳の地下アイドルです。美少女伝説っていうグループで。はい。ブサイク彼氏。絶対ブサイクだって。まあブサイクだね。喋れる方が楽しい。自分めっちゃ喋るから、喋ってくれんかったらもう、うんってなる。ブサイクがいい、ブサイク。20歳です、学生です。18歳です、学生です。まだ学生だから、かっこいい方がいい。全然会話が続かなくても、楽しくない。慣れると思う。しりとりすればいけるよね。喋れるブサイクがいい。ずっと喋っててくれた方が楽。18歳の美容学生。19歳の看護学生です。イケメンだわ。そう、イケメンだわ。なんかもういるだけでいいかなみたいな。もう見ててあーみたいな、かっこいいみたいな。喋んない。イケメン、うん、顔が良ければいい。今最終的にまあつまんないけど、たまに笑ってくれれば癒されるし。イケメンは宝。21歳フリーターです。22歳会社員です。全く話さないイケメン彼氏と話せるようになる。自分で言うんですよね。そう、はい、いっぱい話しかけるとか LINE 送りまくる。 LINE で会話します。どっちも嫌だ。誠実な普通面で。誠実な普通面って言うとどんな感じの人ですか。サラリーマン。16歳で学生。17歳学生です。喋っても冷たいんですか。そっちの方が面白くないですか。っていうことはイケメンがいい。喋って面白いならそっちがいい。どういう話されたいですか。なんか自分が落ち込んでても絶対笑わせてくれるような話だったら何でも。